実はうちのコマショーのショールーム、今ちょっと着々とね実はこう進んでいってます。で、クロスをちょっと貼っていったり、照明をねこうやってダウンライトをつけたりとか、いろいろねちょっとカウンターができてきたりとか、まあ、していく中で、まあ、一個一個ちょっと、まあ、そのポイントになるものっていうのを紹介していこうかなと思います。で、今日はあのお風呂をねちょっと設置させてもらってまして、でお風呂をまあ設置する中で、まあ、多分お客さんと結構ね見ることはあまりないと思うんですけども、その中でも特にですねお風呂設置と深い関係があるというか結構重要なところコーキングなんですね。コーキング結構コーキングってお風呂設置するにあたって結構打つんですよ。でそれをちょっと今職人さんもやってるんで打ってるところもちょっとぜひ見ていただけたらな、あんま見る機会ないと思うんでちょっと見ていただけたらなと思います。ちょっとオーナーに聞きましょうか。ちょっとリノビオ V って言って後ろの1216っていうサイズですね、ここを設置してもらってまして、ちょっと今設置してるので寝かせてもらっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今ショールーム のちょっと進捗状況で、まあ、お風呂の方ちょっと今ちょっと職人さんが工事やってくれたんでちょっといろいろ話してたんですけども、これリクシルさんの、リノビオ V っていう商品ですね。1216っていうサイズ感のものを今入れてます。で、実はこのコーキングをさっき売ってもらったんですけども、また動画流れると思うんですけど、これですね、一撃必殺でしたね。これ一発で仕上げてましたわ。めちゃくちゃ綺麗ですよねこれね。うん、ずーっとねこうありますけどですよね。で実はこうコーキングの箇所が結構リクシルさんもトートさんも業界最小っていうか、コーキングってやっぱりよく多分皆さん思うと思うんですけど、コーキングのところからカビが結構出てくると思うんですけども、で結構コーキングのところをどんどん少なくしていこうと、業界的にもう多分ね、もう今の多分技術感で言ったらもうコーキングを減らしていく戦いみたいな、で一番コーキングが少ないところが勝つみたいな、そういうちょっと中に流れになってて、とうとうさんとリクシさん戦ってますわ。で実はコーキングの箇所がここですよね。でこれもコーキングですね。ここね。でここもコーキングですよね。この壁と壁のこうジョイントのところですね。で、あとその後ろ、ここもコーキングですよね。コーキングね。で、ここのキアもコーキングですね、これね。コーキング売ってますよね、これをね。出して持ってますね、これ。結構細かったんです、さっきね、実は。で、あと、ここもコーキング。ここね、この間。これとこれの間。これずーっとぐるりをコーキング売ってますわ。ね、ずっとコーキングね売ってるんですけど、なんでねあとコーナー角四隅、四隅ですね、もう縦の四隅、あ四隅じゃ、ここはドア周りなんですけど、こことでここ角ですね。でぐるっと回ってもらってこっちですね、ここも、あ、ここですね、ここも角、ここ、これもパッキンです、ね、でパッキンの昔リクシルさんは天井と壁の間もねコーキングやったんですよ。だけどまあこれコーキング多分レスやと思うんですよ。コーキングレスのためにこれを回り縁仕様っていうのに変わってですね、これで回り縁にずっとなってます。でこれでパッキンの角、まあ高級の角減らしてますね。はい。で、これは間に合います。5年と来るけど、まあ、ある程度来ますよ、僕らは。
まは多分部屋とかの方がいいと思うんですけど、指で鳴ってしまうので、指の方がこう感覚的になんか伝わりやすい、そうですね、綺麗にね、できる。もう剥がしちゃう、2枚連続でこう外していく感じ、あこう挟み込んで1枚ずつこう切っていくんじゃなくて、なるほど、なるほど、っていうことやんな。そうですね、これ言うて結構むずい、だいぶむずい、簡単そうにやってますけどね。いやいや、これはなかなかね、やっぱ難しいです。ユニット屋さんって結構コーキングする箇所がめっちゃ多いから、コーキングめっちゃうまい、実は。結構お風呂を組むのって、組むのも難しいけど、はい、結構コーキング割と時間かかるよね、重要やし。そうですね、ね、一応僕らが仕上がりなんで。これってさ、止水の意味があるの？止水って水止める意味。そうですね。あ、だコーキング入れたら水がこぼれるってこと？こぼれるというか、その前に一次シリコンって言って、一次シリコンって持ってんねや。そう、あのパネルの下にも全部。あ、1回目でこれが、まあ、二次最後のシリコンが二次シリコンって言うんですけど。そういうことか、仕上げシリコン。そうそうそう。え、この一次シリコンと二次シリコンっていうのがあるんだよ。そうそうそう。へえー、そうなんや、知らんかった。まだめっちゃ早い。焼きも壁やる時も早かったけど、うん、そんなんでいけんねん。指どうなってんだよ。何も意識せずできるわけだ。もうそうですね、指の角度とか。職人さんやな、やっぱ。そういう意味で言うと。もう見てもないもん。腹、落とした頭じゃないんで。腹ちょっとはみ出る本なんで。ちょっと見せた。これ裏がちょっと見えるんじゃない？すげえな。やっぱあれ、機関と分かんないね、これ。全然こんな知らんもん。これは今、水をつけてるんですか？これはアルコールですね。アルコールって、まあ、ははアルコールをつけたら、うん、指にシリコンがつかなくなるんで、はいはいはい、うん、なるほど。今日綺麗に最後仕上げるときだから、シリコンずっと出たら、だん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 シリコンが、うそうそう、指についてしまう、どん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 シリコンがうわーついていくやん、うわーってコンボになっていくから、コンボになってきたらもう横に今度ブチョってはみ出し出すと。なるほど、だけどつかへんから、もうアルコールでつかへんからシュッていける。そう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 、そういうことやな。そうそうそう、ほらたまに起こってる。なるほど。でもその仲間は奥深いな、結局ね。うん。